佐賀県立有田養業大学校は、かつて佐賀県西松浦郡有田町にあった、陶磁器専門の専修学校。2016年4月、4年生課程は、佐賀大学の進学部、芸術デザイン学部、2年生課程、短期研修は佐賀県養業技術センター人材育成事業に移行された。2015年4月入学生を最後に、生徒募集を停止している。 なお2015年4月入学生の卒業する2019年3月末まで存続した。佐賀県立有田養業大学校は養業界の後継者、技術者育成を目的として1985年に全国唯一の養業専門の専修学校として開校した。学習内容に応じて1年生から4年生までの家庭が設置されており、 必要な技術に対応した選択が可能となっている。専門家庭、当時期会一般家庭短期研修所在地の有田は日本の時期発祥の地であり、近隣には研究機関や博物館のほか、数多くの窯元が立地している。全日制の家庭、定時制の家庭にセラミック化がある。また、定時制家庭の科目を調校生として調校することもできる。 学校長特別講師、ありがとうございます。